札幌ホールディングスポッカ札幌フードビバレッジポッカ札幌フードビバレッジ株式会社は愛知県に本拠を置く札幌ホールディングス傘下の日本の飲料食品メーカーであるポッカ札幌の略称で知られるタグラインは美味しいがある本校では全身会社の一つである株式会社ポッカコーポレーションについても合わせと述べる1957年 合成レモンの製造販売を目的に日華レモン株式会社として創業。1967年にはレモン果汁を使用していないのに使用しているような誤認を与えたとして厚生取引委員会から排除命令が出た。いわゆるポッカレモン事件が起き消費者からの強い批判が出た。実際にはポッカレモンだけでなく類似の商品が 各社から発売されており、同様に排除命令が出ていた。1972年、本格缶コーヒーのポッカコーヒーを開発、販売に力を入れた。1973年には、冷温兼用の自動販売機を三共電機と共同で開発して、連続化音販売可能な缶コーヒーの製造技術を世界で初めて開発した。 同じく加温販売可能なレモンティ、シルコ、ココアなども開発した。当時の日本の飲料会社はラムネなどを細々と作っていたが、一斉に缶コーヒーの生産に着手し、全国で数十社の缶コーヒーメーカーが誕生した。1983年には開発を進めていた加温販売可能な缶スープを世界で初めて開発した。高温耐性菌の殺菌のために、 かき取り式殺菌器を採用した画期的なスープであった。缶スープの開発で得た知見をもとに、1 9 8一年にインスタントスープを開発、発売した。自動販売機事業を中心に発展し、1 9 8五年、名称一部、1 9 8八年、東証一部に上場した。ポッカコーヒー以外の主力製品では、じっくりことこと煮込んだスープが、 代表的である。長い名前でヒットした話題の商品で、現在はじっくりことことに略称化されているが、主力商品の一つとなっている。2005年には缶コーヒー、ローマックスを発売し、そのイメージキャラクターに安倍博士を起用した3月にファンタジスタを発売したことに伴い、現在のイメージキャラクターは松坂通りである。なお、沖縄県では、 子会社の沖縄ポッカコーポレーションが独自の商品ラインナップで生産、販売している。同社では本土にはない、三品茶、ウッチン茶等に加え、ブルーシールアイスクリームのチョコドリンクなどの委託生産も行っている。2013年1月の札幌飲料との統合により、旧ポッカコーポレーションでのラインナップに加え、リボン、ガブ飲み、玉露入りお茶など、特に、果汁飲料、 炭酸飲料、無糖茶のラインナップが強化された。一方で、コーヒー飲料は、旧ポッカコーポレーション製品が中心のラインナップに、無糖茶飲料は、旧札幌飲料製品が中心のラインナップにするなど、飲料事業では、合併により重複したラインナップの整理が行われた。ポッカコーポレーションは1980年代から、 東証第一部と名称第一部に上場していたが、2005年12月5日に、マネジメントバイアウトの一環として、アドバンテッジパートナーズの関連会社である、アドバンテッジホールディングスの完全子会社となり、株式を非公開化した。その後、2008年1月15日に、明治聖火と、資本、業務提携をし、同社の持ち分法適用会社として、明治聖火のグループ入りしていた。 さらに、翌2009年9月29日には、札幌ホールディングス株式会社とも、資本業務提携した。この際、札幌 HD は、アドバンテッジホールディングスから21.65%の、ポッカコーポレーション株式を取得。ポッカコーポレーションは、札幌 HD の持ち分法適用会社にもなった。2011年になると、ポッカの最上場案が急浮上したものの、 すぐ立ち消えになった。その後、札幌 HD が同年3月下旬に、ポッカの株式を既存株主より買い取り連結し会社化するとともに、グループ内再編成として、両社の経営統合に向けた協議を開始することが、ポッカ札幌両社から2011年2月10日に発表された。札幌ホールディングスによるポッカコーポレーション株の追加取得は実施され、 ポッカコーポレーションは同年3月29日より札幌ホールディングスの連結子会社となった。これにより明治グループとの資本提携は解消されたが業務提携は継続されている。同年11月29日同じく札幌 HD 参加の札幌飲料と2013年1月をメドに統合し飲料、食品事業の新会社 ポッカ札幌フードビバレッジ株式会社を設立する予定が札幌 HD より発表された。札幌 HD が2012年3月にポッカコーポレーションと同住所に設立した統合準備会社のポッカ札幌が2013年1月1日付でポッカコーポレーション及び札幌飲料を吸収合併する。なおポッカ札幌との合併は三角合併となり、 ポッカ札幌を除くポッカコーポレーションの株主には札幌 HD の株式が交付される。2008年9月、ポッカレモン100などのご製品に防火備材のイマザリルが混入していたのに未使用と表示して販売していたことと該当商品の自主回収を発表した。ポッカは2006年には認識していたが、それ以前は当時のガスクロマトグラフィーで分析不可能であり、 当然ながら未検出であった。検出の事実は一部の人は知っていたが、社内で話題になることなく、イマザリルは栽培時の農薬であり、問題ないと判断し修正しなかった。イマザリルの混入は、果汁の削除工程に、市販品のレモン成果が意図せず混入したためと推測していた。1990年代後半から2000年前後まで、ポッカは、 トーフルのテレビ教育番組に企画協力していた。タイトルは、ポッカプレゼンツプラクティスフォーザトーフルテストで、最初の2年くらいはワウワウで放送され、その後朝日放送に移り、全国に時差ネット放送していた。テキストも発売されており、そのためのテキストセンターまでも受けていた。現在は行っていない。2016年には、名古屋市消防音楽隊の命名権を取得し、 4月1日より、ポッカレモン消防音楽隊の愛称を使用している。これは、ポッカレモン誕生から60周年を記念したもので、2016年4月1日から2019年3月31日の3年、契約であった。間伐材利用を後押しするため、紙製容器であるカート缶を利用した製品を製造している。創業者の谷田敏影は、脱サラ後の28歳の時、 名古屋で日華ウイスキー特約店の酒場、日華バーニュー名古屋の共同経営を始める。当時輸入解禁前で輸入数量が少なかったため、カクテルに使う生レモンが高く、ウイスキーよりカクテルのメニューの方が高かった。そのため、カクテル用に合成レモンを開発、自身の経営する店でカクテルに使ったことが評判となり、日華バーにレモン飲料を納入したのが創業となった。 この時日課バーから名前を借りて日課レモンという社名とした。その後日課関係以外にも取引が広がったことから社名を変更することになり当時流行していた日課ポッカからポッカという語が作られた。日課に似た語であることも社名決定の理由になった。同社は1967年には合成レモンをレモン果汁と偽って販売していたため、 厚生取引委員会から不当表示で排除命令を受け、ポッカレモン事件として消費者問題史に残ることとなった。なお、これ以前に特約店向きに発行されていた日課の広報誌の名は日課ボッカであるが、同志との関連は不明である。本校では旧ポッカコーポレーションから現社名までの遠隔を扱う。旧札幌飲料の遠隔については札幌飲料を参照。 2020年4月現在、旧ポッカコーポレーションの製品は印、旧札幌飲料の製品は印としている。なお、統合当初、旧ポッカコーポレーションの単独事業であった、レモン関連製品、スープ、割り材、デザートベースなどは、社名変更後も、ポッカのロゴマークが使用されていたが、2013年8月以降、ポッカのロゴを使用していた製品も、 リニューアルや新製品の発売に合わせて順次、ポッカ札幌ロゴに移行され、沖縄ポッカ扱いの沖縄限定商品の一部を除き、販売されている製品すべてがポッカ札幌ロゴに移行を完了している。輸入品のゲロルシュタイナーやライセンスを受けて販売されているアーモンドブリーズはコーポレートロゴが入らない。このカテゴリーの製品は、 すべて国内海外2013年10月現在以下の提供番組は旧札幌飲料提供番組のノリスタマックスを除き旧ポッカコーポレーションより継承ありがとうございます